これより初日協会ご挨拶であります。初日にあたり一言ご挨拶を申し上げます。三横綱東方より横綱若乃島土俵入りであります。10年ぶり2回目の横綱若乃島露払い伊達の富士立ち持ち立ち方行事は木村庄之助であります。借りてやんの昔だって晩夜の時に温泉とか入ってきゃあるよ。優勝優勝優勝報道迎え撮影タイムです。おしまい場所こそ横綱初優勝だ。万数も取り済みましたるところ。本当は西野が良かったです。菅野新馬菅野新馬あなた菅野を菅野を新進気鋭お相撲一番にて本日の一度ドカノでけえな。わかんないし、まあ、でかい。でかく見えるね。顔ちちがりおけでかい。やっぱ若手だったんですね。若手の新進気鋭。まあ嫌な相手でしょうね、初顔で。嫌だよね。あんな方だったらよかったわね。嫌だよな。やっぱり初日出すじゃないやから。でも大丈夫、金星にならないから。そういう問題じゃない。すいません。そういう問題じゃない。勝ったです。待ったなし。初の対戦であります。どういう相撲なのか。はっきょい。乗った。幕内最高優勝は横綱若乃島万蔵。中之島万蔵。